3D キャラクターを AI が作ってくれる。 N2P 村上烈です。本日も厳選されたデジタルプロモーションを研究していきます。今回ご紹介するこちら、相棒メーカーモトローラモビリティジャパン合同会社です。 CM に登場するキャラクターデザインで自分の写真をアップすると、相棒を AI を活用して作ってくれるコンテンツ。それでは烈さん、解説お願いします。モトローラのスマホ RAZR50 の CM で起用されている目黒蓮、それの相棒ミニ蓮というのが CM に登場するんですが、そのミニ蓮デザインの相棒を作ってくれるというコンテンツです。相棒がですね、 AIBOU となっているわけで、 AI は入ってるわけですね。じゃあとりあえず生成してみましょうか。この可愛いキャラクターが、キャラクター風のものができるのかな。じゃあ生成する、ポチ。 Google アカウントでログインっていうのは結構珍しいですね。はい、そんなわけで撮影、ちょっと撮影させていただきますかね。はい、セルフィーを撮影。さあ、ヒゲ、ハゲ、マジンがどうなるのか。相棒生成中。いろんなね、相棒、結構 Twitter とか見ていくと、いろんな相棒がすでに生成されていて、なかなかの量なんですよね。ただまあ、なんか女性の方が多いのは、この目黒蓮のファンがやっぱりやっているんでしょうかね。はい、というわけで生成されました。結構ですね、女性風、男性風でも、なんかこのスーツの柄とかちょっと出てる感じありますね。あとは坊主ですね。そこだけはひげはないですね、やっぱりね。でもなんか眉毛の形とか、まあ多少入ってる気もします。で、生成されたこの相棒を X にハッシュタグ相棒が目黒蓮と共演をつけて投稿すると、この CM、 もともと目黒蓮の出てた CM の第2弾に共演できる、相棒が共演できる権利をもらえるキャンペーンが行われています。皆様もぜひ、ね、納得のいく相棒を作ってみて投稿してみてください。リアルタイム検索で見ると、すでに6000件ほど X に投稿されていて、かっこいいアニメ風にしてくれるっていうのが良いところなんでしょうかね。もしくはやっぱり目黒蓮ファンがめちゃ多いということでもあります。これであなたの企画もネクストステージだ。ご視聴ありがとうございました。なるほどと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。また面白いキャンペーンがあったらコメントで教えてください。現在無料出張勉強会のご依頼を募集しています。詳しくは概要欄をご覧ください。